局長、荷物は届きましたか？間に合っているといいのですが。申し訳ありません。上からあなたとコンビクトが完璧にパーティーに溶け込むことを要求されたもので、ご容赦ください。よう姉さん、ここはプールパーティーだぜ。そんな厚着でどうするよ。その上着を脱いだらどうだい。熱中症になっちまったらパーティーを楽しめないぜ。なんだよ、つまらないやつだな。それって誰？大切な人？それともただの連れかしら？まあまあ、それはいいじゃない。それよりこのアイス、もう一口食べてみない？いろんな味が混ざってるのよ。どんな味かわかる？そっか。あとで時間ができたらいつでもお友達と一緒に遊びに来てね。マキアートさんが知り合いを見かけて、何か手がかりがあるかもってどこかに行っちゃったんです。私のせいです。あの変なアイスの味が気になってつい。結局あのお姉さんたちに囲まれただけで役に立つ手がかりを手に入れられるどころか、マキアートさんまで見失ってしまいました。この歌に俺の全てを捧げるぜ。俺の命はあなたのものだ。ああ、あなたが今どこにいるのかわからねえけど、でも今すぐ会いてえっす。マキアートさん、どうか俺に愛の無知を。
うしてこんなことに。恥ずかしい、恥ずかしすぎます。なんであんなことを言うんですか。お尻と胸を叩かれるのが好きなだけなら。先ほどはお見受けできず大変失礼いたしました。改めてご挨拶を申し上げます。オギギア別館へようこそ。パーティーを心ゆくまで楽しむためにこのガイドブックにお目通しください。何かご不明な点がございましたらいつでも私をお呼びください。My phone is ringing, but my friends are calling me to rock my body. この建物、昔の同僚から聞いたんですが、この建物の所有者は海洋を崇拝していて、海のロマンと奥深さを再現するためにあえて地下へと向かう建物の形にしたそうです。このような建物はニューシティでは珍しいですから、とても受けがいいんです。展覧会やパーティーがよくここで開催されているようですね。でもこれだと暗闇に閉じ込められているような感じに思えませんか。なんだか怖いです。そんなに怖いですか。怖いといえばニューシティにいた頃、最高の料理を求めて人間を食材にした美食家がいると聞いたことがありますね。私としてはそちらの話の方が怖いですね。私のお客様に会うとは本当に思いもしませんでした。ちょっと恥ずかしいですが、もしかしたらそのあの人たちから何か役に立つ手がかりを聞き出せるかもしれません。カベルネさん、次はどんなご予定ですか。一緒にこのパーティーに参加できて本当に光栄です、カベルネさん。ねえ、早くカベルネに何か話しかけなさいよ。これで経歴にカベルネとパーティーで深い交流をしたことがあるって書けるじゃない。
ベルネさんにお会いできるなんて思いもしませんでした。先生のプリントとニュースでしか彼女の顔を見たことがなかったのに、高貴で美しい、何よりも料理に対しての崇高な考え。もしかしたら普通の宝物じゃないとかですかね。あ、つまり私のお客様の中にはああいった上流階級の方が多くいたので、彼らが話す言葉は必ずしも文字通りの意味ではありません。特にこういう含みのありそうな言葉ならなおさらです。ですから彼女は口の堅い政府組織に協力を求めたのではないでしょうか。うちにはブドウ園がありますわ。そのブドウで作ったワインは本当に絶品なんですの。ご都合が合いましたらぜひうちにいらしてください。おいしいワインをたくさんご用意しますわ。すみません、今なんと。ああ、ワインですね。もちろん光栄ですわ。カベルネさん、あなたもこのパーティーに出席するということは、我々はカベルネさんの料理に対する評価も聞けるのですね。こういう場ではあまり感想を述べませんが、皆様と主催者様のご要望があれば少しだけ述べさせていただくことにしますわ。それはぜひ。カベルネさんの好きな料理を全部メモさせてもらいますよ。これから絶対に流行るんですから。見てくれ、カベルネさん、これがプールパーティーの一番の楽しみ方だ。デプスボム。このプールの深さは1メートルだけよ。大したことないって。お姉さん、一緒に楽しもうよ。プールの中はとても気持ちいいわよ。ほら、せっかく来たんだからちゃんと楽しみましょうよ。
心を込めてサービスいたし、処刑の時間だ。お誘い感謝いたしますわ。私の墓に酒とバラを備えてくれたのは誰だ。そろそろ体を動かさねえとな。魂の香りがしますわ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 。大丈夫ですか？安心して、ただの熱中症よ。すぐに元気になるでしょう。じゃ、冷たいドリンクとフルーツを持ってきました。ありがとう。さあ、あとは私に任せて。そうね、きっと気に入ってくれると思うわ。体の具合はどうですか？少しは良くなりましたか？
あなたは先ほど熱中症で倒れてしまったんです。おかわいそうに。でももう大丈夫です。安心してください。目覚めた。あいつが目覚めたぞ。さすがはカベルネさん、なんとお優しい。自分の服が濡れるのも気にせずに。あの女は一体誰よ。ダサい格好してるし、もしかしてシンジケートのやつ。そもそもカベルネさんはどうしてそこまで。自分だけ？そうですわよ。熱中症になってプールの中で倒れたのはあなただけですわ。どうかしましたか？いたしまして。こちらのお二人もいろいろと手伝ってくれましたわ。お礼を言いたいのでしたら彼女たちにも。局長様の身の安全をとても心配していましたわ。これからのパーティーに付き合ってはいただけませんか。同伴者がそばにいれば不必要な社交をしなくて済みますわ。きっと心からパーティーを楽しむことができるでしょう。よろしくお願いしますわ。MBCC の局長様とそのコンビクトたち。All right.
と食材です。ここに来る前に昔の同僚に頼んで調べてみました。あのシェフの取引履歴に特に怪しいところはないようです。最近ニューシティでとある伝説の食材の噂が流行っているんです。願いが叶う人魚の肉だとか。でも伝説というくらいですし、実在するわけないですよね。さあどうでしょう。でも私がなくした食材は他の人にとっては特に価値がないのかもしれませんわ。それが何なのか説明すれば他の人は驚くかもしれませんね。しかし私にとってそれは宝物なのです。心配しないでください。あなたの気持ちはわかります。わかるとおっしゃいますか。本当の思いを心の奥底に隠している人を私はたくさん見てきました。彼らには自分のことを理解して自分の本音に耳を傾けてくれる仲間が必要なんです。一流の美食家でも庶民の料理を食べてそれを宝物と思ったっていいんです。それを気にする必要なんてありません。どうしても理解が得られないのであればよろしければ。私が手伝って差し上げましょうか。あ、そうですか。ありがとうございます。さすがは MBCC 局長様の部下と言うべきでしょうか。何でもよく知っていますね。マキアートさん、本当にあなたっすか。さっきの歌がマキアートさんに届いたんすね。歌って何ですか。レインさん、あなたが言っていることがよくわかりません。全然いいっすよ。マキアートさんが本当に現れてくれただけで超嬉しいっす。それにカベルネさんもいるなんて。向こうで昔話でもしませんか。あっちにマキアートさんの知り合いが何人もいるっすから。あそこのお客様の中には料理業界に携わる者もいます。もしかしたらこのパーティーに関する情報をつかめるかもしれません。これはチャンスです、局長。心配しないでください。私は自分を守れますから。
まだ覚えていてくれてありがとうございます。では行きましょうか。キアートさん、もっともっと私を満たしてください。俺も俺にもマキアートさん、見てください、この俺の従順な姿勢を。頼むから俺を先に。僕たちはマキアートさんの言いなりになるべきだ。あんたが彼女にお願いできる権利なんてない。その通りよ。いいわ、あなたからしてあげる。局長ですか？申し訳ありません局長、お見苦しい姿を見せてしまって。ご安心ください、大丈夫です。昔のお客様ですから、これは彼らにとってはただのご褒美ですよ。ですから私が何か質問すればきっと何でも答えてくれるでしょう。また後でお会いしましょう局長。局長、顔が赤いですよ。もしかして気温のせいですか？これを食べてみてください。あのマキアートさんの友達からもらったものです。美味しいですよ。これはうまいぜ。それにどこか痛むならこれで冷やせばいい。とっても気持ちいいからな。これはさっきの綺麗なお姉さんたちが私に食べさせくれたアイスです。とても美味しいですから、カベルネさんも食べてみませんか？そうなの？どのくらい美味しいのかしら。いい香りがしてひんやりとしています。レモンとカイエンが入れられているからでしょうか。甘すぎずとてもすっきりしていますよ。海を見たことはありませんが、これこそ海の味だって思っちゃいます。悪くない表現ですわね。まるで自分も食べた気になりますわ。ここのアイスもこだわりの食材が使用されているようですね。んー、でもこのアイスなんだか一味違う気がしますね。この前食べたのよりコクを感じます。調理の方法ではなく食材の違いのようです。まるで肉類が入っているような。でも肉の味はしませんね。そういう食感がするというか、あるいは。局長、一口くれませんか？
違いますね。味は美味しいんですが。あまり食べ過ぎないでくださいね。後で晩餐会がありますわ。アイスで満腹になってしまってはもっと美味しいものを味わえませんわよ。そうですね、まだ晩餐会があるんでした。本当はもう少し食べたいですが、カベルネさんがおっしゃる通り、やっぱり晩餐会の方が楽しみです。盛り上がっている最中、申し訳ありません。グランシェフからのお知らせです。前菜のスープのご用意ができております。行きましょう。もし遅れることがあればシェフに失礼ですわ。ここではちょっと、今日のメインは料理を楽しむことですから、主役の座を奪うわけにはいきません。普通にお話ししませんか。おっしゃるならこうしましょう。少し趣向を凝らして、そして私の小さな欲望を満たすためにゲームでもしませんか。このパーティーに参加できたのはいいのですが、私はこのパーティーを開催したシェフに関してあまり知らないのです。自分の料理への評価を求めているとしか。そしてあのカベルネさん、私と私の友人はみんな彼女のお世話になっています。それなのに彼女の好みを何も知りません。それは少し失礼なことですよね。ですから彼女のことについてもっと知りたいのです。私の好奇心を
満たしてくれませんか。焦らなくてもいいわ。全員の答えをしっかりと聞いてあげるから。お誘い。私の墓に心を込めてサービスいたします。私を使うなら気をつけないと。つまらないわ。そんなに興奮するのかしら。少しご褒美を与えたからといって調子に乗って答えるのを忘れないでね。ならその晩餐会で何を知ったのか全部教えなさい。緊張？面白いわね。どうして緊張するのか言ってごらん。そうね、まあまあ面白い話だったわ。
いいわ、ご褒美をあげる。どうして？いい子ね。いいわ、ご褒美よ。それでその謎の食材の正体を知っている人はいないかしら。人魚の肉？そんなの伝説上の噂話じゃない。そう、それが本当なら確かにすごい情報ね。いいわよ、その忠誠心確かに受け取ったわ。あら、もう気を失ったのかしら。シャキッとしなさい。数分しか経っていないのに、それでも男なの？My phone is ringing, but my friends are calling me to. I will take you to the place you won't forget it. So free, sipping through endless trees. Leave them to the fantasy. Buckle up, it's me. Oh, na na na.Realize, put me on a joyride. You're the only
phone is ringing, but my friends are calling me to rock my body. I will take you to the place you won't forget it.肉類のうまみがよく出ている。なんて美味しいんだ。クリームとよく合っている。ああ、滑らかな舌触りだ。口の中で香りが広がっていく。このクリーミーな色合いも食欲をそそられますね。とてもいい前菜ですわ。独特な香りがしますね。隠し味に特別な香辛料が使われている。そうそう、そんな感じだ。だから口の中で香りが広がっていくと言ったでしょう。そうですね、口の中で香りが広がってきます。とても繊細なスープですわね。クリーミーで食材同士がよく馴染んでいます。香り、色合い、どちらもとてもいいですね。味わう前からでもシェフの思いやりが感じられますわ。ええ、素晴らしいですわ。私はこの温度の料理は味を感じられないのですが、このスープどこかで口にしたような。この味きっとどこかで食べたことがあります。もしかしてあのアイスのことでしょうか。そうです、あのアイスと同じ味がします。さすがはカベルネさんですね。デザートにもスープにも使える食材というのもありますが、この二品の食感はかけ離れています。どうやら腕の立つグランシェフがいるようですね。ああ、カベルネ様からお褒めいただき、この上ない光栄でございます。この度はお越しいただき誠にありがとうございます。このスープが皆様のお口に合うことにとても安堵しております。ただし、カベルネ様が認めてくれたこのスープをこちらのお客様はまだ召し上がっていないようですね。お口に合わないのでしょうか。それとも何かご意見でも。あなたはカベルネ様に選ばれ同行を許されたお客様なのです。私にとってあなたのご意見は非常に貴重なのですよ。
そうでした。自己紹介がまだでしたね。私はこのパーティーのグランシェフ、マグラと申します。彼女は先ほどまでブドウをたくさん食べておりましたので、お腹がいっぱいなのでしょう。わざと飲まないのではありませんわ。そんなに食べたらもっと美味しい料理を食べられなくなりますよと、そう言いましたのに。構いませんよ。でも晩餐会の頃にはお腹が空いてくるでしょう。その時こそはちゃんとした感想をお聞かせくださいね。あなたもです、カベルネ様。ええ、あなたはきっとサプライズを与えてくれるのでしょう。もちろんです、カベルネ様。そのために私は今ここにいるのです。あなたに認めてもらい、あなたからの賛辞を得るためだけに。そのために最も素晴らしいこのパーティーをカベルネ様のために特別にご用意させていただいたのです。カベルネさんのために、つまり俺たちも最高の料理を食べられるってことか。生きてた甲斐がありましたな。そうですよ、これは至高の晩餐会なのですから。今回の料理に使った食材について、正直実在しない伝説の食材だと今までの私はそう思っていました。それだけではありません。招待を受けた時に聞いた海洋紳士についてもきっと気になっていることでしょう。当然です、これは全てを満たしてくれるパーティーなのですから。幸福をもたらすタウマース教会の海洋紳士はもちろん欠かせません。彼女はパーティーホールで皆様の到来をお待ちしております。ですが、もちろんご来席の皆様にも共に晩餐会に参加する機会を設けたいと考えております。しかし伝説の食材は非常に貴重で、その数は極めて少ないのです。ですから私は一足先に地下1階に向かって皆様を待つことにします。晩餐会のスペースには限りがあるため、先着順とさせていただきます。My phone is ringing, but my friends are calling me to rock my body. So let's go. Shake it, shake it, shake局長、私たちも行かなきゃダメですか？伝説の食材は先着順らしいですけど。
押さないでください、通してください、ここは危ないですから、早くここから離れた方がいいです。My phone is ringing, all my friends are calling me to rock my body. So let's go party, I will take you to the place you won't forget it.